こんにちは、マリエポロポルンです。突然ですが、四国霊場88カ所巡礼四国遍路をしてまいりましたので、そのことについての動画を徳島編、高知編、愛媛編、香川編に分けてアップしていこうと思います。そもそも四国遍路とはどういうものかと言いますと、国籍や宗教、宗派を超えてお遍路となり、弘法大師空海ゆかりの88カ所の札所を巡りながら四国を全周する巡礼です。現在は出発の地や巡礼の仕方、遍路に求める思いも人それぞれです。一度に88カ所すべてを回る通し打ち、何回かに分けて回る区切り打ち、4軒に分けて回る一刻参り、また順番通りに回ることを順打ち、逆に回ることを逆打ち、バラバラに回ることを乱れ打ちと言います。巡礼方法も歩き、自転車、自動車、バス、列車など様々です。こちらの動画では実際に自動車で四国遍路を回ったマリエの目から見た各お寺の魅力、道中苦労したところなどをまとめたものになります。時間の関係等で全てのお寺について触れているわけではないことと、お寺の歴史的なことや写真の使用も控えております。気になる方は他で調べていただくか、ご自分の目で見ていただくようにお願いします。そしてあくまでもマリエ個人の感じ方でブログのように作成された動画であること、その点あらかじめご了承ください。今回は阿波の国徳島編ということで、徳島県にある第1番札所霊山寺から第23番札所薬王寺までの23箇所についての動画になります。第1番札所霊山寺、こちらは鳴門市にあり、本州から淡路島経由で徳島県に入られた方は一番にアクセスできるお寺だと思います。地理が得意な方ではないので思いますです、すいません。こちらのお寺、大きな立派な鯉がたくさんいます。なかなかお目にかかれないほどあまりに立派なので、私はここでしばらく見入って癒されておりました。そしてなんと本堂で鯉の餌を購入できるので餌やりも可能ですが、鳩も寄ってくるのでご注意ください。第2番札所極楽寺は無夜街道沿いにあります。霊山寺から向かうと右折で入るようになります。右折するとすぐに極楽寺の敷地内となります。第3番札所金泉寺は美しい赤い山門のお寺です。入り組んだ道を進んでいくので曲がる場所を間違えないように注意です。第4番札所大日寺、新しくされたんですかね、綺麗な石畳の奥行きのあるお寺です。道の突き当たりにあるので迷うことはないと思います。第5番札所地蔵寺、第6番札所安楽寺、第7番札所中楽寺、第8番札所熊谷寺、第9番札所法輪寺と回ります。そして第10番札所切り畑寺は勾配のある細い道を登っていくことになるので注意してください。対抗できないぐらいの道は、まあ短くって、で、まあ直線なのでよく確認して進めば問題ありません。第11番札所藤井寺は吉野川に架かる橋を南に渡った先にあります。お寺に近づくにつれ道が細くなりますが、対抗できないほどではありません。ただ見通しが悪いカーブがありますので慎重に。第12番札所昭山寺へ向かう道のりは厳しいです。ギリギリ対抗できるほどの細い山道が続きます。舗装はされているもののガードレールのない道が長く続きますので、精神的にきつかったです。だからこそ焦らずゆっくり目指しましょう。ちなみに駐車場からお寺までもしばらく砂利道を歩くことになります。で、最後に階段が待っております。その先のお寺では圧倒されるほど大きな木々に囲まれた神秘的な空間に出会えます。
第13番札所大日寺は県道21号沿いにあるお寺で、向かいには神社があります。駐車場はお寺から50メートルほど西にあります。第14番札所常楽寺は鳥居を通った先にあります。少しためらいますがご安心を、鳥居の先に駐車場があります。第15番札所国分寺への道も細いです。お寺間近になるとここ通るの嘘でしょっていうような細い道をナビが指します。無理だと思ったので少し回ってみると十分通れそうな道が見つかります。無理はせず他に道がないか見てみましょう。第16番札所観音寺、第17番札所井戸寺、第18番札所恩山寺、第19番札所達恵寺へ進みます。第20番札所覚林寺への道も細い山道になります。舗装はされているもののガタガタな道が続きます。急カーブが多いのですが、至る所にカーブミラーが設置されているのでゆっくり向かいましょう。第21番札所大龍寺も山の上にあるお寺です。覚林寺以上に細く険しい道だそうです。道の駅わしの里からロープウェイが出てますので、私はこちらの方法で行きました。第22番札所平等寺、第23番札所薬王寺を回って徳島県にあるお寺は全てです。順番通りに尋ねると鳴門市から始まり、板野郡、阿波市、吉野川市、明西郡、徳島市、小松島市、勝浦郡、阿南市、海部郡、そして高知に続いていくことになります。ただ12番札所長山寺への厳しい道のりをよく調べてみたところ、第11番札所藤井寺の後は第17番札所井戸寺から正山寺まで一部逆打ちで向かった方が行きやすいとのことです。順打ちにこだわりがなく安全ルートでとお考えの方は参考にしてみてください。ちなみに私もこちらのルートで回りましたが、それでも大変でした。後でね、高知県で知り合った女性のお遍路さんの話によると、正山寺への道路は以前に比べて危険は感じなくなっていた後のことだったので、まあ、マリエは辛かったんですけども道は良くなっているようです。すべて回ってみて振り返ってみると、徳島は第11番札所藤井寺までは急な坂も少なく、町の中にあるお寺が多いので、歩き遍路でも自動車遍路でも初心者に優しく挑戦しやすい印象でした。それでは四国遍路阿波の国徳島編はここまでです。ありがとうございました。